いどうも、ひよりです。2023年5月20日。私は、御堂筋線の長井駅までやってきました。なんと、先週に引き続き、今週も、ヤンマースタジアム長井で、大型コンサートが開催されているらしいのです。先週、阪和線の混雑の様子をお伝えしたんですが、その際に、御堂筋線の様子も知りたいというコメントを多くいただきました。ということで、2週目となる今週は、御堂筋線と阪和線の混雑の様子を、2日に分けて取材してきたので、昨日の動画を含む、4本の動画に分けてお伝えしていきます。今回の動画では、コンサート終了後の御堂筋線帰宅ラッシュの模様をお伝えしていきます。ただいまの時刻は20時40分頃。撮影、まだ始まったばかりですけど、すでに多くのお客さんで賑わっていますね。20時46分、お客さんを詰め込んで千里中央駅が発車。まだこの列車は、普段も走っている定期列車ですね。続いて、20時55分発の千里中央駅が入線。まだ臨時は出ていないようですね。しかもこの時間帯は、日中の御堂筋線と比べると本数が若干少なく、10分間隔での運行となっているので、思ったより、ホームにお客さんが溜まっていました。御堂筋線って、JR より本数が多いイメージがあるので、ここまで間隔があったは、正直意外でしたねー。このように、エスカレーターや階段がある4号借金から、車内に若干余裕のある1号借金へダッシュしてくる風景を毎列車見ることができます。20時56分、1分遅れで千里中央駅が発車。21時ごろ、ようやく臨時列車初便の中津駅が到着。この電車は、新金岡始発で運行されました。21時2分ごろ、臨時の中津駅が発車。それに続いて21時5分発の千里中央駅が到着。こちらは北大阪急行車両での運用のようです。21時6分、千里中央駅が発車。重量でこの混雑とは、なかなかすごいですよね。大工の中本行きも、意外に混んでますね。21時10分、2本目の臨時列車中津駅が到着。どうやら、まだまだお客さんは溜まっているようです。21時12分、臨時列車の中津駅が発車。その直後に、21時15分発の千里中央駅が滑り込んできます。21時16分、千里中央駅が発車。21時20分、3本目となる臨時列車の中津駅が到着。どうやら定期列車の千里中央駅の間に、臨時の中津駅を走らせるダイヤのようです。21時22分、臨時の中津駅が発車。まだまだたくさんのお客さんを乗せています。もちろん直後に21時25分発の千里中央駅が追いかけてきます。またまた北大阪急行車での運用のようです。21時26分、千里中央駅が発車。混雑の影響で乗り降りに時間がかかって、各列車約2分ほどの遅れが出ていますね。21時30分、4本目の臨時列車中津駅が到着です。ということで今回は、リクエストにお答えして、
大型コンサート開催後の御堂筋線の混雑ラッシュの模様をお伝えしてきました。阪和線より両数、本数も多い御堂筋線は阪和線よりは混雑ひどくないだろうと思っていたんですが、夜は若干本数が少なかったことが災いし、意外にもお客さんが溜まってしまうという結果になりました。その中でも間に臨時の中津駅を挟んで少しでも混雑緩和を目指す大阪メトロ、その手慣れた迅速な対応に脱帽ですね。今回の動画はここまで。この動画がいいと思ったらチャンネル登録や高評価お願いしますね。最後まで見てくれてありがとうございました。